私に任せれば失敗はさせません。準備できましたか？いつものペースですね。友か敵か選べ。先に言っておきます、ケビン、投降します。だが君がいなければこんな風に僕を閉じ込めることもできないだろう。そうかもしれませんね。でも私たちは彼女を甘やかしすぎじゃないですか。私が思いっきり体の支配権を奪ってたら、疲れ果ててこのブラックホールの奥でぶっ倒れるようなこともなかったのに。その言葉は少し矛盾しているように聞こえるが。そうでしょうか。一番矛盾してるのはこのフカという名前のバカじゃないですか。いつも真面目で全ての人と真剣に向き合う。でも結果はどうです。あのキアナという名のもう一人のバカ以外に本当の意味で彼女に優しくした人はいますか。これだから僕年人は、もっと早く私の言う通りにしていればこんな風になることもなかったのに。君は変わった。そうですか。まあ変わったのかもしれません。ほら、初めてあなたと会った時は本気で5割の確率で勝てると思っていましたから。本当にあなたは余計なことを言いませんよね。私でしたらそんな身の程を知らないバカに出会ったら思いっきり笑っていたと思いますよ。君は愚かではない。でなければこうして会話をすることもなかっただろう。一応四季の律者ですからね、空気くらいは読めますよ。相手を尊重してるからこそあなたがすぐにこの場を離れなかったってことも知ってます。たとえ僕がそうしていたとしても、ブラックホールの物理的性質から考えれば、すでに彼女は仲間たちのために数時間もの時を勝ち取っていたことになる。まるで終焉と対峙したかつてのあなたのように。その件とは原理が違う。そう考えても構わない。何しろ成婚計画のように終焉を超えるには、彼女たちはこれから様々なことをしなければならない。どういう意味ですか。あなたは自分の失敗を期待してるんです。成婚計画は最悪の計画だ。僕は君たちと同じようにそう確信している。やっと分かりましたよ。結局あなたと僕年人は同類なんですね。ああ、単に感想を述べただけで悪気はありません。世界を救うなんて気持ちはありませんからね。いや、四季の律者、君も火種の一つだ。はい。理解できなくても問題はない。5万年前のあの世界が現実に与える最後の影響の一つとでも思っておいてくれ。騒がしい崩壊の意識はすでに消えた。生まれながらにして律者であるものよ。この瞬間君は眉から何を感じる。眉？何の話をしてるんです？なるほど、どうやらウサギの心配も理由がないわけではないよ。ちょっとどういう意味ですか。僕は終焉の角度から君たちと起源の距離を測っている。どうやらあなたは本当に終焉の力を盗んだみたいですね。
正確に言うと聖魂計画が終焉を乗っ取ったんだ。僕自身もそのうちの一部に過ぎない。それに何らかの違いはあるんですか？当然だ。これまで僕はキマイラ現象によって聖魂の中枢から力を得ることができたが、同じ原理から僕は終焉の鍵になれない。式の律者、君は不和の記憶を持っている。わかるはずだ。スーでも不和でも僕でも所詮最終的な計画の一つのピースに過ぎない。たとえメイ博士の暗示を受けたスーが最終的にあなたに武器を向けたとしても、当時の僕たちは冷静になる必要があったのに、それを失っていた。しかし君の言う通りだ。それでも僕たちは偽りの輪廻がこの世代で完全に終わることを願っている。何しろ星を並べるという行為は一度で全てが終わるわけではないからだ。ブローニャ、作戦地点に到着。何があったんでしょう。この装置は見た限りではダメです。完全に動作しません。むしろ見た目だけでした。なんとなくここから危険な気配を感じますが、今のところ他に手がかりはありません。調べましょう。
捕まってくれ。はあ、ここなら大丈夫だ。怪我はないか、アレクセイブナ。大丈夫です、マクシムおじさん。俺のことはボスと呼んでくれ。こんな商売をしてるといつ居候になるかわからん。そんな時におじさんなんて呼び名を聞きたくないからな。わかりました、ボス、マクシムおじさん。さすがはアレクセイとアレクサンドラの娘だ。両親と同じくらい頑固だな。まあいい、別にお前を叱りたいわけじゃない。見ろ、数年間暮らしてきた家は完全にダメになった。その最後の姿を記憶に刻もう。これはブローニャが孤児院に行く前の記憶。ブローニャ、キアナ、よかった、やっぱり無事だったんだ。今誰かが火災現場からブローニャを連れ出していくのを見たんだけど、幻覚だよね。あれ、ブローニャ、いつその服に着替えたの？ブローニャもよくわかりません。ですがキアナが今見た火災現場はおそらく幻覚ではなく、ブローニャの記憶です。あれは2011年の出来事でした。そういうことです。もしかしたら記憶に閉じ込められたキアナを見つけられたのはジョイスさんの意志が助けてくれたおかげなのかもしれません。でもブローニャの話によると、その件自体にも私たちの今の状況にもまだまだわからないことがたくさんあるんだよね。もちろん。なぜここは5万年前の月に見えるんでしょう。ブローニャはどうして当時の狙撃手の姿になったんでしょうか。それになぜブローニャにはベルト・ジョイスさんの姿が見えるんでしょう。ブローニャが自分の夢からキアナを解放できる理由は、あのウサギの役割は。とにかく答えられない問題が多すぎますし、ブローニャもまだ断りの律者の力を回復できていません。キアナは大丈夫ですか？うん、律者コアは安定してるし、エネルギーの流れも問題ないよ。ところでウサギのことなんだけど、理由はわからないんだけど、ゾッとするんだ。オットーやケビンと違って、むしろ空の律者みたいな圧迫感がある気がする。空の律者ですか。結構違うように見えますが、なんて言えばいいんだろう。彼女の性格や話し方とは関係なくて、存在のあり方自体の脅威みたいなものに近いかも。こういう言い方じゃうまく表現できないな。では分析しやすい部分から。あの人はベルト・ジョイスさんです。また現れました。
これって…ええ、先ほどブローニャはこういった記憶のかけら、あるいは空間の隙間を調べました。そうしたらキアヌが現れたんです。じゃあ今回はもしかしたらメイ先輩が…キアヌ、気をつけて。怪我をさせてないわよね。うん、大丈夫だよ。でもメイ先輩はやっぱりすごいね。ブローニャの助けがなくてもあの変な束縛から抜け出せたんだもん。あの幻覚自体が弱まったからかもしれないわ。あ、でもブローニャちゃん、なるほど、あれは断りの律者の記憶だったのね。メイ姉さん、何を見たんですか？私が見たのは、深い髪色の少年が白衣を着た人たちに問い詰められてた場面だった。名前は？どこに住んでいた？国籍は？でもその少年は別の質問を彼らにしていたの。俺は誰だって。ブローニャちゃんと関係があるし、ネゲントロピーに伝わってた姿と同じだった。おそらく彼がベルト・ジョイス、最初の断りの律者だと思うわ。ブローニャたちも時々現れる彼の姿を追ってここまで来ました。でもブローニャたちはウサギというより聖魂計画の力のせいで以前とほぼ同じ窮地に陥っていることを忘れてはいけません。それって私たちが今まで触れたものは全部ウサギの仕業かもしれないってこと？わかりませんが、何があっても今回は彼女の弱点を見つけ、その対応策を考える必要があります。でないと主導権はずっと相手に握られたままです。ええ、それにもう少し先の話も、どうやってケビンから主導権を奪うかも考えなくちゃ。それも難しい問題よね。うん、終焉の力に対抗して成功計画を超えるには、少なくともネゲントロピーや天命の科学者のみんなと安定して連絡を取れるような環境が必要だと思う。あ、そういえばベルトたちはとっくにいくつかの計画を用意してる気がするんだ。何らかの理由があって私たちに教えてないだけで。とっくに？うん、少なくとも 1,2 年前くらいには。それって私たちがまだセーフレイヤーにいた頃よね。キアナ、まさか。メイ先輩、ブローニャ、姫子先生と一緒に捕らえたあの幽霊戦艦のことを覚えてる？もちろんです。ブローニャがメインシステムを解読しようとしたら、すでに操作権限が解放されていました。姫子先生は罠だと心配してましたね。その後ブローニャのバイオチップは干渉を受けましたが、ニュージーランドで起きた事件から戦艦のシステムの異常とは無関係だと分かりました。そういえばその後に起きた一連のことはどれもカカリアが関わってたけど、幽霊戦艦が何だったのかはずっと分からないままなのよね。当時ブローニャは戦艦のメインコンピューターから変わったメールを発見しました。キアナへ、元気かい？14年の時を経て、ついにこの戦艦、ムーンライトスローンを君に返す時が来たよ。王座について、新しい世界を想像するんだ。でもその前に、4本の鍵を探さないといけない。征服の雷、疫病の炎、渇望の嵐、性質の死。そうそう、航行システムのパスワードは、君の誕生日だからね。当時はうさんくさいと思ったけど、悪意は感じられなかった。セーフレイヤ学園に戻って戦艦を解析すれば全てが明らかになりそうとも言ってた気がするわ。でもその後は新たな問題が次から次へとやってきて、結局今でもその謎の戦艦については何もわからないままよね。ハイペリオンに移されたムーンライトスローンのエンジンはアインシュタイン博士とテスラ博士の作品ですが、
あのメールはずっと謎のままでした。多分それはネゲントロピーが考えてた崩壊に関する元の計画と関係があるんだと思う。元の計画？うん、あのメールはテスラ博士の仕業だと思うんだ。消去法で考えると結構わかりやすいよ。今思えばネゲントロピーはムーンライトスローの力を利用して私を助けようとしたんじゃないかな。シーリンが持ってた律者の力を私が奪えるようにね。でも支配の律者に勝った後、ネゲントロピーの人たちは誰もそのことを口にしなかったんだ。すでに終わった話だからだと思いますが。事件自体はそうだけど、私が気になってるのは当時どうして彼らは4つのジェムの力を私に持たせたいと考えたのかな。博士たちはオットーと全然違うし、シーリンが持ってた力を求めてそんな計画を考えたとは思えないんだ。そういった視点で考えれば確かに怪しく感じてくるわね。でもキアナちゃん、まさかそれがシーリンじゃなくて終焉と関係があるって思ってるの？あくまで一つの推測だよ。でもよく考えたら違和感の説明がつく気がする。違和感？うん、博士たちと一緒にいるとたまに何らかの罪悪感が伝わってくるんだ。最初は私の体調が原因だって思ってたけど、今になってもそういった微妙な気配を感じるの。どうして博士たちに直接聞かないんですか？実はカロスターに出発する前の夜、テスラ博士に聞いてみたんだ。メールを書いたのは認めてくれたけど、本当の意味で終焉の律者と対峙するまでネゲントロピーの計画にはまだ改善する余地がたくさんあるって言ってた。テスラ博士、どうして話をはぐらかしたのかしら。博士曰く、キアナ、学校にいた頃を思い出して。まだ完成してない作文をクラスメイトの前で読みたくないでしょ。それと同じだからって。つまりいい方に考えると成婚計画以外の方法がないわけじゃないっていう証拠になるわね。どうしたの？私がこんなことを言うのはそんなにおかしいかしら？ううん、私はあ、キアナはやっぱりバカですね。メイ姉さんとあんなことをしておいて今さらそんな心配をしてるんですか？え、ブローニャ？ブローニャちゃんは相変わらず厳しいわね。さて、いくら未来が心配だとしても今の私たちはまだウサギに制限されてる。ケビンから主導権を奪うにはまずはウサギの影響を何とかしないと。まさか最初の断りの律者は私たちを導くためにわざと姿を見せたのかな。わかりません。でもそんなに単純じゃないかもしれません。ですが今のブローニャたちにとってそれは唯一の手がかりです。警戒しながら前に進みましょう。Thank you.
ぱりここにも干渉があります。おかしいわね。渡りガラスの話だとウサギはリツシャに興味がないはずなのに、何度も私たちを試してるけど目的は一体何なのかしら。雷電のごとく早くジャンプ。シャッ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 。審判の時は来た。全身なるほど。私はこういった隙間から二人のそばにやってきたのね。でも今回ジョイスは現れなかった。はい、もしあれがジョイスさんの意思でしたら、この記憶には他の存在がないのかもしれません。それでも手がかりとして調査する価値があります。やあ、誕生日おめでとう。これはブローニャへのプレゼントですか？お前の父さんからもらったんだ。ブラッドが片付けをしてくれた時これが出てきてな、お前の誕生日プレゼントにしようと思ったんだ。ありがとうございます。気にするな。小さな頃のアレクセイは彫刻家になりたがっていたから、兵士になってもこういうものをよく俺たちにくれたんだ。当時は特に気にしてなかったが、まさか今になってそういう金にならないものの多くが絶版したコレクションになるとはな。このウサギもですか？まさか。それが金になるならとっくに食い物と交換してるさ。食べ物はお金がかかります。ブローニャは分かってます。バカな子だな。昔はこんな風に難しくはなかったんだが、当時のシベリアはまだ一つの国で、争うことも自分のものが誰かに奪われることもなかった。第二次崩壊、そのせいで俺たちの土地は金にならない墓場になった。天命も国も俺たちを捨てた。結局のところ俺たちでさえ俺たちを捨てたしな。誰も真面目に働こうとしない。武器を持った奴は強盗か、俺たちみたいに命を他人に売った奴だ。仕方ないだろ、こうでもしなきゃ生きていけないんだから。はあ、分かったか、アレクセイエヴナ。俺たちの生活はまともな生活とは違うんだ。このシベリアでまともな生活を送ってるやつなんていない。これはブローニャちゃんの子供の頃の出来事だったの？お見苦しいところを見せましたね。そんなことないよ。私もシベリアで育ったもん。あそこにいた人たちは確かに大変だった。マクシムおじさんはブローニャの父親アレクセイの戦友で幼馴染なんです。ブローニャは両親のことを知りません。物心がついた時から
マクシムおじさんがブローニャの面倒を見て戦場で生きるコツを教えてくれました。それはブローニャちゃんがカカリアと出会う前のこと？はい、ブローニャが10歳の誕生日を迎えた時の話です。翌年の夏、家の修繕費を稼ごうとしたマクシムおじさんは仕事中に銃の暴発で死にました。その銃を撃ったのはブローニャより少し年上で初めて戦場に出た少年でした。マクシムおじさんのグループはそのまま解散しました。その冬、ブローニャは自分で稼ごうとして最終的に偶然カカリアお母様と出会いました。ブローニャちゃん、もう過ぎたことですから、ブローニャ、孤児院の子供たち、お母様とマクシムおじさん、すべてシベリアで暮らした普通の人間で特別なところはありません。三尺の氷は一日の寒気ではできない。あの土地の問題は一人の努力でどうにかできるものではありませんから。キアナの両親、それからネゲントロピーが多くの人たちを助けてくれましたが、第二次崩壊による社会的な衝撃と二次災害はあの土地の信仰を壊しました。国家の解体、戦争の爆発、平和だったシベリアは無法者の天国になりました。そうなったら数世代の時間をかけてもなかなか元には戻せません。でもそもそもブローニャの知ってる故郷は混乱に満ちていました。いつもの生活をなくした一世代前の人たちよりもむしろラッキーだったかもしれません。崩壊に打ち勝ったとしても、まだまだみんなでやらなければならないことがたくさんあるわね。というより崩壊に勝つのは世界を変える第一歩なのかも。この完璧じゃない世界を変えるために一人一人が必要なんだ。デュランダルが言ったように、世界は一つのキャンバスで、その美しさは私たちがつける色次第で決まる。ええ、断りの律者が実は30万人の共通の思考であるのと同じようにですね。それはエリシアが十三英傑は一人でも欠けてはならないと主張した理由でもあるんでしょうね。さて、これ以上歴史を掘り返しても現実の力にはなりません。そろそろ手がかりを探しに行きましょう。ええ。私に服従しなさい。審判の時は来た。
どうカール、私の腕前はそんなに鈍ってないでしょ。そう女の子を喜ばせるのが上手になったわね。ああ、せっかくあなたがスマートになってくれたのに、そのいとこは海の向こうで新しい生活を始めないといけないなんて。ねえ、正直に教えて。結構辛かったりする？まあいいわ、そう言うだろうと思ってたから。ようやく戦争が終わって、私はプリンストンで新しい研究を始め、あなたもベルリンに行って精神科医の仕事をする。これからの生活はどんどん忙しくなっていくんでしょうね。あなたね、いつもこういう時は真剣になるんだから。私たちは歯。サラサラと音を立てて嵐に応える。沈黙する。あなたは誰？私は小さな花。どう？この詩はあなたにぴったりでしょ。ブローニャは写真で見たことがあります。彼女はネゲントロピーの創始者の一人、エマ・プランク教授です。つまりアインシュタイン博士とテスラ博士の先生だよね。はい。それに彼女と初代断りの律者ベルト・ジョイスさんの間には複雑な何かがあるみたいです。でもまさかあのカール・グスタフの記憶もここにあるとは。断りの律者のコアはやっぱり厄介な状況に陥っているみたいです。具体的にはどんな状況なの？カール・グスタフは断りの律者コアを構築する30万分の1で最初の部分の可能性が高いんです。つまり彼はベルト・ジョイスの存在の源というだけでなく、断りの律者の起点なんです。ですからおそらく聖魂計画の影響を受けた断りの律者のコアは物理的に分裂し解体され始めているという結論が得られます。分裂と解体？あ、別にそんなに怖いものではありません。断りの律者のコアはもともと30万人の思想によって構成されていますから、理論上抜けられる可能性もあります。でも断りの律者はまとまった概念ですから、二人のベルトさんもブローニャも30万人の思想を滑る能力があります。なので本当の問題はどうやってこういう分散的な律者コアを聖魂計画の影響から逃すかです。それができればブローニャの力も回復するかもしれません。でもメイ先輩と私は難しいことにならなかったよ。あ、私たちの律者コアがブローニャの言う分散的なものじゃないからかな。それだけじゃないかもしれません。キアナやメイ姉さんとは違い、ブローニャは羽化を経験した律者ではありません。断りの律者のコアは一度も羽化を経験していないんですか？ああ、何しろベルト・ジョイスは初めから人類のために戦う律者だからな。彼は30万人分の思想の力で崩壊が人格を侵食しようとするのを防ぎ、文明を滅ぼすはずの力を人々の盾に変えたんだ。だからこそ他の律者と比べると断りの律者はとても特殊な存在なんだ。ここ数年間ネゲントロピーは様々な方法でこのコアの出力を上げようとしたが、結果だけを見るとその効果は微々たるものだった。今でもジョイスが最後の戦いで見せた力に及ばないからな。そして君が見た通り、超空死で羽化を経験したライデン・メイ、観測したパワーだけで計算すると
彼女の力は俺たちをはるかに超えている。ジョイスよりも上だろう。他の証拠とともにアインはこう結論付けた。ベルト・ジョイスの誕生はウカとは無関係で、断りの律者コアの状態とデザイアジェムに本質的な違いはない。ベルトさんはこのコアと完全同期したことがあるんですよね。それでもですか？ああ、俺は奇跡的にそれができたが、あくまでジョイスの力に近づいただけ。ただそれだけだ。そうなるとブローニャたちは今までこのコアの全力を発揮させることができていないんですか？ライデン・メイの例から考えるとその可能性は高い。しかし俺が今言ったように、このコア自体が特殊だ。だから俺たちは彼女の成功事例を真似できない。ブローニャはそれでも問題ないと思います。このコアの特殊性がジョイスさんをブローニャたちを助けたなら、きっとそれは最もいいあり方なんでしょう。ベルトさんが言ったように、断りの律者のコアはメイ姉さんとキアナのもののように安定しているわけではありません。ですがいい方向に考えると、断りの律者の力を取り戻す方法はもしかしたらウサギに対抗する方法と同じかもしれません。え？あくまで可能性の話です。その勘みたいなものですね。もしかしたら断りの律者のあり方は成婚計画自体と似ているかもしれませんから。ヨルムンガンドの話によると、成婚計画は夢を通して人々の意志を統合し、ひいては終焉を支配する。神話のように不思議な響きですが、もし断りの律者が誕生した状態と比べたら。つまり30万人の思想のこと？はい。律者コアの中にいる彼らは分散式コアを構築するユニットです。断りの律者であり断りの律者ではありません。そう考えると、成婚計画が断りの律者コアに与える影響が他のコアよりずっと強いのは構造が似ているからかもしれません。というより、ブローニャたちは成婚計画ではなく断りの律者のコアによってここに閉じ込められているのかもしれません。もし本当にそうだとしたら、ウサギはその隙を利用して断りの律者のコアを刺激し、人為的に分散させることで成婚により近い存在にしたのかもしれません。デュランダルさんの話を覚えていますか？成婚計画が直接支配する空間の中にいる成婚に近い存在は自発的に成婚計画を拡張させるという話です。虚数空間の中の不動点、つまり律者コアはその拡張を逆転させることができますが、多くの不動点によって構築された網の場合、もしかしたらブローニャたちは雲の獲物のように深くはまってしまい動けなくなるのかもしれません。でもそれをどう確認すればいいの？実際のきっかけがまだ足りないみたいだけど。以前も話したけど、千号という名の英傑が似たような答えを探すために古の楽園を破壊し続けたことがあるの。でも楽園はデータ空間だから。現実空間なら空の律者の力を使ってみればいいんじゃない？これが無限に伸びる迷宮じゃなくて固定された網だったら、その弱点を見つけられると思う。でもそんな弱点って一体？待って、まさか弱点って実は私たちが接触した記憶そのものなの？確かに可能性はあります。網を破壊するならその糸に触れることも必要ですね。非常に難しいと思いますが、キアナ、今度あれらの記憶の中で空の律者の力を使って何か破壊できないか試してみてください。わかったよ。でもブローニャ、分かってると思うけど、そんなことをしたら断りの律者が残した記憶を本当に壊してしまうかもしれないよ。それでも大丈夫なの？ええ、問題ありません。
というよりブローニャは断りの律者の根性を信じています。その根性が現状を打破するきっかけをくれることも。ですから機会があれば思い切りやってください、キアナ。うん、任せてブローニャ。私に服従しなさい。一刀両断。それであの人がベルト・ジョイスなの？はい、ブローニャは夢で何度も会ったことがあります。ほとんどは何も話さず、ひたすら道を歩いたりブローニャの方を見つめているだけでした。ここにはたくさんの記憶が存在します。ならこれを相手にさっき話したことを試してみる？ええ。でもキアナ、何か気になることでもあるんですか？そうね、さっきジョイスさんの姿を見たとき何か話そうとしていたし、はっきりとは表現できないんだけど、あの姿の中にある感情がすごく複雑みたいで、ベルトに似ているような気がするし、ソラの律者にも似ているし、シーリンに似たところもある。とにかく単なる断りの律者の力だとは思えないんだ。ウサギの影響かしら？それも原因の一つかもしれない。ウサギの正体は本人が言っていたようなシンプルなものじゃないと思うから。シャギ宛ての成婚の結晶って本当なのかな？あの言い方は一体何を意味してるの？なるほど。そうなるともしかしたら勇敢なもののゲームみたいになるかもしれませんね。勇敢なもののゲーム？キアナ、そろそろ計画を実行しましょう。今から記憶を解放します。現在の心拍数は67、1秒量は 4.28 リットル、身体基礎機能正常、本装置からの離脱を許可します。承認完了。ドアが間もなく開きます。ご注意ください。おはようございます、ヨアヒム。そろそろ朝ごはんの準備をしてもいいでしょうか？ああ、ありがとうエイダ。食堂で食べよう。今すぐ行くから。
丈夫ですか、キアナ。大丈夫。なんて言えばいいのかな。他人の記憶の中で自分の力を使うことがこんなに大変なんて思っても見なかったよ。はぁ、四季の律者が一緒だったらな。やっと自分の意識をただ観察する状態から解放されたのに、力を使うと記憶がすぐに消えちゃう。ですが、消える直前、あそこには確かに何かが存在していました。ウサギが監視してるのかしら。わかりません。しかしこうなった以上、メイ姉さんも準備しておいてください。もう一度チャンスがやってきた時のために。キアナちゃんが作ったほころびについていって、記憶が消える前に雷の律者の力で相手を攻撃すればいいのよね。もちろんです。とにかく何とかして相手に反応してもらわないと、これ以上のほころびを見つけられません。じゃあもっと記憶を探さないとね。ええ、地に足をつけて一歩ずつ進みましょう。今回ジョイスの姿はなかったね。ええ、それでも準備が必要です。記憶の裏に隠れた存在に気づいた以上、相手もブローニャたちに気づいて対策を取るかもしれません。とにかくいつでも戦えるように警戒すればいいのよね。その通りです。一応お前にも伝えておく。ブラッドは死んだ。彼は自分の仕事を完遂できなかったんですか。ああ、あのバカ、迫撃砲を使うときに暴発を起こしちまった。おまけに俺たちに金をくれる奴も一緒にあの世行きだ。奴はあっさり行っちまったが、俺たちの雇い主は話せないほどの大怪我を負って、誰のものかもわからん血を使って字を書くしかなかった。どんな遺言かと思ったら、結局遺体しか書いてなかったぜ。30分以上もあんな状態で、むしろ生き地獄だったんじゃないか。ブローニャ、俺がいつか同じ目にあったら、お前は俺を撃ってくれ。お前のマクシムおじさんはあんな恥ずかしい死に方をしたくないからな。ブローニャの銃の腕は他の人たちよりも優れています。そういう意味で言ってるわけじゃないんだ。ま、気持ちはもらっておくぜ。さあブローニャ、これからが本題だ。今回は金をもらえなかったが、偶然これを手に入れてな。これはパソコンだ。どうだ、初めて見ただろ。結局ブローニャが何かを覚える前に、パソコンはあの火事でお父さんのマトリョーシカ人形と共に灰になりました。シベリアの全てはいつもこうです。何か転機があると思った瞬間にまた絶望してしまいます。しかしそれでもブローニャはシベリアを憎めません。故郷ですし、母なる祖国の物語が存在した場所ですから。いえ違う、どうしてブローニャは記憶の中でこんな風に自然に思考できるようになったんでしょう。誰ですか。物語とはとても面白い表現ですね、ブローニャ在地区。何しろ人類の最も偉大な力は女児にありますから。その声はプロメテウスですか。その名で呼んでも構いません。少し信じがたいかもしれませんが、ウサギの弱点を知りたいなら今の話を最後まで聞いてください。では一つだけ質問させてください。
あなたたちの世界の泡は逆転することなく消失しました。メイ博士も一緒です。私はただ運命に恵まれてデータという形でしばらく生きているだけです。この話はここまでにしましょう。未来へと歩き出す人々にとって干渉の情は何の役にも立ちませんから。特に私が新たに掴んだ情報によると、皆さんがまだ成婚計画に抗い、ましてやそれを覆そうとするなら、断りの律者の力はその礎になるでしょう。断りの律者が礎に？その通りです。話すと長くなります。それにこの美しいとは言えない記憶に滞在し続けてもメリットは何もありません。あなたたちのいる空間に少し細工をさせてもらいますね。その細工とやらでキアナとメイ姉さんをどこに移動させたんですか？あなたたちの律者コアを元にしてそれぞれの逃走ルートを作りました。信じてください、これはより効率的なやり方です。誤解しないでください、別に誰かが足手まといだと言ってるわけではありません。ウサギは断りの律者の力を狙ってますから、より的確な対応が必要なんです。ウサギ、どうして彼女の状況がわかるんですか？確かに不思議かもしれませんね。結論から言うと、彼女が成婚の一部の機能を活用したおかげで、運よく私の演算システムを世界の泡から転写できたんです。単なるデータのコピーではありません。なので今の私はメイ博士と一緒にいた私と同一人物です。オリジナルと複製品の関係ではないと確信しています。つまりあなたにとってウサギは命の恩人なんですか？恩を返すつもりはないので、その表現は正しくありません。それに彼女の視点から見ると、私も新人類の一員、あなたたちと同じく行動の自由があります。ですが科学者が迷路試験を受けるラットに自由を与えるとは思えません。いいでしょう、その考えは理解できます。確かに効率はあらゆる問題を解決できるわけではありません。少し焦っていました、それは認めます。だから彼女たちはあなたのそばに戻しましょう。断りの律者。メイ先輩、ブローニャ。よかった、みんな無事なのね。それでどうしてあなたがここにいるの、プロメテウス？あなたたちがここがどこかを理解すれば、その質問の答えもすぐにわかるはずです。すぐにわかるですか？あなたの話を聞いてブローニャもある程度推測できました。ここは月ですし、律者コアの内部でもあります。正解ですか？あなたは勘がとても鋭いですね。博士と私がいた世界の泡のように、ここも成婚計画によって一時的に再び時間を得た場所です。ただ原因は断りの律者コアの不安定さにあります。でもブローニャ、それからベルトのこれまでの経験から考えれば、断りの律者のコアは他の律者のコアよりもずっと安定してるはず。もしその理由が羽化にあるなら、四季の律者はもう一つの例外になるわね。いえ、本当の原因はおそらく30万人の思想にあります。30万人の思想？それは
断りの律者を構築する礎石じゃないの？はい。しかしウサギの視点から見ると、成婚計画の影響を受けたコアがますます不安定になる根本的な原因でもあるんです。やっぱりそういうことなんですね。言いましたよね、人類の最も偉大な力は女子にあります。断りの律者でも成婚計画でも、その本質は物語にあるんです。物語が強ければ強いほど、それは世界を再構築する力を持つことができます。そして物語が脱構築された時に、それはただの紙くずになるんです。そう言われても、どうして断りの律者と成婚計画が物語になるの？おかしすぎるわ。おかしく感じるのも無理はないでしょう。つい面倒くさがってまた結論を先に教えてしまいました。大丈夫です、これからは違う面からその質問をきちんと整理します。皆さんも知っているように、断りの律者の力は構築、無から複雑なプロセスが必要になる文明の造物を想像できます。なので断りの律者の上限は文明の可能性、すなわち物語の限界、あるいは女子の限界となるのです。物語の限界ですか？まとまりのない体現相互ではなく、充実した内容、人々が心から信じられる物語である必要がありますが、道徳は女子、金銭も女子、言語、風習、美学、どれも女児であり物語です。焼き畑農業の時代から1年また1年と、人々は己の女児を実践してきた。その全ての結果が文明と呼ばれています。メイ博士自身の言葉を借りると、文明は虚構から来るが真実を超越することができる。断りの律者の構築と描写は虚構から来てると言えるかもしれませんが、文明もそうなんですか？もちろんです。生活を構築するあらゆる美しさは人類の発明と創造、もしくは鑑賞や感動から来ています。人類の意志抜きではそれを語れません。でも本来の自然な状態に戻るって話もあるよね。森林公園のリゾートホテルと原始人の洞窟は同じではありません。前者は後者より数倍も複雑な物語になります。ゼロから一へと、文明は虚構にのみ存在する物事を世界に降臨させ続けます。人類は己の両手と脳でその全てを想像しました。そしてそのメカニズムは同じように物語にあるのです。それって文明の伝承のこと？その通りです。人の最初の英雄譚から黒板にある文字と数式、それから電子機器に保存された暗号化データ、どれも女児でどれも己の物語を作りました。人々は物語の中で戯れ学習し、物語を通してそれぞれ違う個体を団結させる。さらに言うと、人類は物語に属する生き物で、女児は世界を変える人類の根本的な手段なのです。かつての学者はこういう物語と女児を理性と呼びました。それが構築の律者であるあなたが断りの名を持つ理由です。そしてたまたま3人目の断りの律者であるブローニャの道は物語の伝承で彩られていたんですね。でもあなたの言う物語がそういった側面を強調してるなら、成婚計画はどういう状態なんですか？成婚計画は物語の物語です。物語によって生まれ、それと同時にあらゆる物語を支配しています。もう一人の博士が好む表現を使うと、それは
胎児存在の絶対理念で、概念自体の無限です。そして私自身の言葉で説明すると、生根計画は文明の螺旋の上昇とともに出現した反動で、母体から離れた女児が自ら存在するようになったものです。つまり物語が人から離れ、自分の物語を語り始めたということですか？はい。こういった状況は人類が誕生した時から存在していますが、ほとんどの人々はそれを意識したことがありませんでした。例えば先ほど言ったように、メイ博士や私にとっては英雄の女児史もパソコンのプログラムもどれも女児で、どれも物語です。プログラムとデータに同じ価値があるという事実を例にするなら、こう言えます。人の心自体は、あの神経細胞が織りなす網は一つの女子であり、みんなにとって唯一無二の物語を、彼らの自我もしくは神我を構築したと。そこから考えると、人類の文明はもともと物語で、物語を語る存在です。それは理念によって構築された巨大な網で、中のユニットを人と呼びます。つまりあなたの話だと、社会の中で独立していて、自由で自分に意味を与える文明の礎石としての物語のユニットが人。そして生根計画ではそういうユニットは分解、再構築される。それが文明を支えられるなら、どんな形であれ存在が許されると言いたいんですか？優れた理解力です。人類と文明にとっては、これが子供時代から卒業する最も可能性のあるやり方です。子供時代から卒業。似たようなことはすでに歴史で何度も起きているでしょう。あなたの歴史も私たちの歴史も、人によって作られた意味はどんな時も人類自身に返ってきます。信仰や金銭のために生きる人もいれば、信仰や金銭のために死ぬ人もいます。信仰も金銭もどちらも人類自身の発明です。広い意味で考えると、社会の礎は偶像から契約になり、産業の礎は自給自足から需要と供給になりました。あらゆる概念は個人から離れた。その中にあるいわゆるパーソナルブランドの主要部は虚構のブランド、実体のある個人ではありません。メイ博士の思想と違い、彼女の存在は重要ではなく、人類のために戦う律者という事実と違い、律者の名前も重要ではありません。そして断りの律者にとって、この事実はもっとわかりやすいでしょう。つまり、ここにいる人がジョイスでもヨーでも、きっとあなたと同じように悩み抵抗したくなる。そうですよね。誤解しないでください。別に偏見はありません。私にとっては自然の人類と虚構の物語こそが世界の運命の両面。人類は物語を支配したい。しかし物語も人類を支配したい。その不思議なバランスにより、果実である文明はより様々な意味を持ちますが、崩壊が降臨し、終焉が近づき、虚構が真実に侵入し始めた時、そのバランスは崩れ、人類も物語も己の立ち位置を探さねばなりません。律者と生根計画は矛盾する両端にあるのです。一方は文明を必要としない超能力者、もう一方は人に語られることを必要としない万能な物語。もちろん幸いなことに、この矛盾は決して調和が不可能というわけではありません。それは人の律者のことかしら？はい。人の思いを描き、人の行いを形作る。そんな律者は当然文明に属し、
虚構を作り続ける人間にも属します。もし終焉を乗り越えられたら、崩壊という名の矛盾も最善の答えを迎えられるはずです。なら成婚計画って一体何なの？メイ博士の言葉を借りると、成婚計画は標準回答です。標準？それは終焉の意味から解釈したものなのかしら？それだけではありません。標準はすなわち最悪、人間にとってもありふれたものだと捉えています。物語は人類の文明の後世に恩恵を与えるあまたの未来図を描いてきましたが、その時を生きる個体に対してそれは成立しません。かつて農民の生活の質は漁師たちに劣り、工場労働者はさらに貧しい生活を送っていました。彼らがいなければ標準的な文明社会は成り立ちません。しかしその時を生きる人々の貢献に報いるほどの女児は存在しません。逆にもう一種の女児に欺かれ、自分の苦難が当然だと思えてしまいます。これこそが人類の文明が編み出す標準の物語。能動的、受動的に、意識的、無意識的に自分の命を他人の虚構に注ぎ、自我の称賛と引き換えに進む力を得る。標準の物語によって野放しにされた虚構のシステムはやがて野蛮に成長し始めます。歴史から見れば、放任は確かに人々をかつての物語から解放します。しかしこの種の解放には高い代価が必要です。山ごと焼き払う行いや人を喰らう羊、共食いの戦争から人間そのものを脱構築させる成婚計画、人類全体を一体として見れば、世代ごとに絶え間なく行われるこの繰り返しは常に最悪の答えを選択している。つまり虚構で現実を否定しているのです。しかし断りの律者の精神は紛れもなく現実の継承です。だから断りの律者の力は成婚計画に抗う礎と言ったんですね。対象がただの虚構だけなら、あなたはすでに結論に至っています。しかし現実と向き合う必要がある以上、よりミクロな分析が重要になります。ですが私たちはこの場に長くとどまっています。効率を考えて歩きながら話すというのはどうでしょうか？ブローニャは構いません。でもキアナは相当足が疲れていますよね。そこまで飽きてるわけじゃないから大丈夫だよ。でもプロメテウス、あなたの言う歩きながら話すって、さっき見た記憶のことも含まれてるの？もちろんです。何しろ先ほどの行動の作戦は本質上は正しいのですが、いささか効率が悪く、これから話すことはそれを最適化させる原理でもあります。ウサギから聞きましたが、ブローニャ、断りの律者であるあなたは分散式コアを持っていますよね。しかもそれを30万に分割できると。その話は本当ですか？はい、ベルトさん曰く、彼らはベルリンで起きた崩壊の犠牲者たち、滅ぼされた都市が世界に残した最後の残響です。通りで目の前の空間がこのようになっているんですね。成婚計画にとってこの時代で最も脱構築されやすく、かつ最大の脅威ともいえる律者は断りの律者です。
しかしウサギは自ら手を下す必要はありません。最初の段階でタイミングを見て成婚計画にあなたの弱点をバラすだけで十分です。では最後の藁になったのがケビンとの戦いなんですね。ええ、その戦いによってもともと不安定だった断りの律者の力がさらに消耗したのです。そして高次元に存在する成婚計画に侵食されバラバラになった。その後残った不動点が終焉によって滅ぼされたもう一つの小さな世界の泡に導入された結果、あなたたちは逆にここに囚われる羽目になりました。知っての通り、ウサギの成婚計画は夢と一般人の意識をつなげ、それをレンガにしてある種の虚構ずくめな文明の運び手を作り上げます。それは断りの律者の誕生と似ているような感じがしませんか？それはつまりベルト・ジョイス、彼は成婚計画が神のアダムを生み出すのなら、初代の断りの律者である彼は間違いなく人のアダムです。それについてよく知らないあなたが彼のことをそんな風に評価することに少し違和感がありますが、一つだけ確かに当たってることがあります。ベルリンの崩壊事件が発生するまでベルト・ジョイスと呼ばれる意識は地球上に存在しませんでした。ほぼ無から誕生したとも言える律者は偶然とある犠牲者の精神の影響を受け、本能的に他の犠牲者の思想を集めるようになりました。そして思想が豊かになり、次第に彼の律者コアも完全体になっていきました。彼が何をしたのかは誰も知りません。しかしその数々の思想、都市の残響は救世主への呼びかけであり、崩壊に対する人々の最後の反抗だと誰もが知っています。そして廃墟から立ち上がったのがベルト・ジョイスという名の男です。足元にあるのは怪人のみだとはっきりと分かっていました。それでも彼は悔しかったんです。望まれた救世主になろうと彼は必死に心のかけらを拾っていきました。彼らの名も過去も知らずにいる。多分全ては意味のないことだと知っていたはずです。それでも彼は彼らの最後の誇りを必死に守り、やがてその誇りが奇跡へと変わりました。蝶が指先に止まり、彼がその羽を直す。世界の子供はこうして深い眠りについたんです。その頃は律者の力さえ目覚めていなかったのですね。はい、私たちの時代にとって紛れもない本物の奇跡だったんだと思います。でしたら人のアダム、この表現は合っているのですね。彼への敬意から見ればそうでしょう。しかし救世主もアダムも彼にとっては教義の比喩に過ぎません。短い人生の中で彼は様々な才能を持った人々と出会いました。そのことで自分の力の源は普通にあるのだとより確信したんです。自身はごく普通の世界の子供だと信じ、そんな気持ちを抱えながら自分を犠牲にし、暴君の手から周りの人々を守りました。自分の意識が消え去っても断りの律者の力は同じように普通の人々に受け継がれていくと信じてたんです。救世主など必要ない、俺たち自身で自分たちを救う。救世主として生まれたのかもしれませんが、彼の信念は教義の救世主の概念を超えています。律者は崩壊の使徒ですが、人類の戦士になることもできます。悪魔でなければ天使でもない。全ての律者は単なる普通の人間にすぎません。説明ありがとうございます。この時代にとって断りの律者という名前が一体何を意味するのか、
これで十分に理解することができました。しかし、もしいつか断りの律者を表す30万人の思想が世界を救う妨げとなってしまったら、三代目の断りの律者、あなたは何を選択しますか？世界を救う妨げ？ひどく辛い選択であることは理解しています。ですが、断りの律者の力は崩壊寸前で、成婚計画に制御されやすい。このことが私たちを阻んでいるのも事実です。30万人の思想は規模が大きく複雑かもしれませんが、70億人を包括する成婚計画から見れば、30万人分の無教を追加するに過ぎません。もちろん歴史を軽んじるつもりはありません。ただ私は、断りの律者の力と同じ性質を持つ成婚計画に対抗するときに必ず向き合う苦境を説明しているだけです。皆さんをバラバラにしたり集めたりしたのも一種の試みですが、実際断りの律者の力はボロボロで、成婚計画の網の中でも下方に位置していました。プロメテウス、あなたの目的は他にあるんでしょう。ただそれを知らせたかったってわけじゃないのよね。私もそう思う。さっき計画があるとかなんとかって言ってたし。はい、律者コアに取り付けることで神の鍵を構築できる人工知能として、私はブローニャを助けることができます。ある程度律者コアの構築形式を変更できるのです。擬似ウッカとも言えるでしょう。別に専門用語ではありません。あなたの状況を考慮した造語にすぎません。擬似ウカですか？本物のウカとは比べ物になりませんが、こう理解してください。成婚計画がどんなアルゴリズムで30万人の思想に影響を与えるかを教えるだけです。もしそれが反撃の方向を示してくれるなら、力自体が強大かどうかは重要ではないのかもしれませんね。でも私たちはいろいろなことを話し合ってきましたが、ブローニャには未だに理解できないことが一つだけあります。プロメテウス、あなたはどんな立場で私たちを助けてくれてるんですか？何しろ前回別れた時はそういった成婚計画に対する見解を教えてはくれませんでしたから。前回会った時の自己紹介を覚えていますか？私は自分がペシミストだと語りました。当時のあなたたちが理解できない理念を話しても何の意味もありません。逆に混乱させてしまうかもしれませんし、それに先ほど言ったように、ここに現れなくてもあなたたちは自分の力で一歩一歩真実に近づけたでしょう。ブローニャちゃんへの質問の回答になっていないわ。ではこういった説明はどうでしょうか。私は自分なりの解釈でメイ博士の立場を引き継ぎました。ブローニャ、断りの律者のコアにとって成婚計画はある種のハッカーみたいなものです。コアの内部にある30万人の思想にハッキングすることで、それらの思想はおのずと自身の物語を失い、成婚計画の奴隷となります。成婚計画が一種の夢なら、手っ取り早くそれを取り戻したい場合、彼らを呼び覚ますのが一番です。もちろんメガホンを手にして意識のかけらの中を叫んで歩くわけではありません。あなたがすべきことは、残された律者の力で成婚計画のコードを逆コンパイルし、さらに力を集中させてその一部を制圧する。この方法を使って一点突破さえできれば、好き放題に暴れることができ、あなたたちを捕らえているこの虚構の網を破れます。なるほど、毒を持って毒を制すのですね。はい、当然このやり方にも相応の代価があります。そんなことをしても
30万人の思想がダメージを受けないという保証はありません。彼らを再度集めようとしたら、逆にその一部を永遠に失ってしまうかもしれません。問題ありません。ブローニャはとっくに覚悟を決めています。断りの律者のコアが今まで受け継いできたもの、それは人類のために戦うという意志です。ただ自分勝手に存在することではありません。ジョイスさんはこの物語のプロローグで自分を犠牲にしました。それならブローニャのエピソードで歴史的価値のためにためらうわけにはいきません。安心しました。それなら問題ありませんね。ではあとは逆コンパイルをしてコードを模倣するだけです。ではブローニャ在地君、準備をしてください。これから私が独自に理解した全てのソースコードをお見せします。コードですか？成婚計画の源は遺伝子工学にあります。それにいわゆるコードとは人類が掌握できる最強の女児道具です。何をしたんですか？文法の教科書を参考にしながら成婚計画のソースコードを説明するよりも自ら語ってもらった方が便利でしょう。成婚計画の最も基本的なロジックは存在と呼ばれます。これは虚構が成立する礎であり、あらゆる抽象概念の根源です。とにかくそれは存在にとって重要な2つの性質、実質と変化を表しています。そして成功計画のコアユニットは理念です。理念は人々を導き真理の輪郭を映し出します。理念とは永遠の矛盾に陥るもの。しかしあえてそんな形で自分の存在を示すことで実在と虚構の境界を消し去ることができるのです。はっ、成婚計画の中では生命が最もストレートな理念であり、絶対性が最高級の理念です。この計画は生命の絶対性を虚構にしつらえるもの。絶対性から解放することで自身を超越する真理へと変貌させるのです。超越の代価、その一般的な形式が死です。個体である生命は死に抗いづらい。それ自身も矛盾の一つです。生命は虚構から自己の普遍性を見出しますが、自身は個体という存在に過ぎません。だからこそ成婚計画にとって個体の死は先進的な意味での前進になるのです。何しろ計画からすれば文明とは数多の世代の人々がそのむくろと遺言で築いたものですから。
まあ、これはこれで。ブローニャ、大丈夫？大丈夫です。だんだん分かってきました。重装ウサギ以外の機械のシステムと会話をするのはどんな感覚なのかを。効率と需要力を考慮した上で、あなたにとって最適な帯域幅を選択しました。そうじゃないと機械の情報が私たちの脳を覆い尽くすんでしょう。その発想は面白いですね。古代から今に至るありとあらゆる知者の脳を加えても、機械が操る膨大なデータの波に耐えきることはできません。機械が人間を片付けようとするなら、これが最もシンプルで実用的な方法です。でもその方法で雷の律者を処理することはできないわ。確かにそうですね。しかしそれは今の苦境とは全く別の話になります。まずは一旦視点を断りの律者に戻しましょう。ブローニャ、先ほどは最短の時間で成婚計画のフレームワークをあなたに理解させました。今断りの律者の力はほとんど残っていませんが、30万人の思想を一つ一つ取り戻していけば真の断りの律者になれます。だからこそ、あてもなく濃度をたどるよりも重要な経路の発見方法を見出す必要があるのです。その上で、先ほどブローニャの脳で試したように妥当な策を実行すれば、確実に断りの律者は成婚計画を超えるための堅固な礎になります。発見方法、つまりコアの中にある30万人の思想は絶対的に平等というわけではない。だから重要な濃度さえ制御すれば争奪戦で勝利できるって意味ですか？飲み込みが早いですね。ではそれをやり遂げることができるかどうか早速実験してみましょう。前の人間のやり方を模倣し、成婚計画の力を借りて前方に新たな記憶を浮上させます。全てがうまくいけば、あなたの力はケビンと戦う前のレベルまで戻るでしょう。前の人間、さっきも彼と会っています。名前は言わなくても分かりますよね。ベルト・ジョイスさん。到着しました。これは記憶以外にも何か混ざっているんですか？素晴らしいですね。どうやって分類すればいいかも覚えたようです。成婚計画はそれをくさびにし、30万人の思想の中に植え込みました。なのでとある異物も断りの律者の内部に埋め込まれたのです。先に進んでください。そうすればなぜそうなったのかがすぐにわかります。それで、そろそろゴーストタウンがどこに消えたか教えてやろうか、アレクセイブナ。ゴーストタウンですか？ブローニャが生まれた。そうだ。シベリアにはたくさんのゴーストタウンが存在する。お前の母のアレクサンドラもその中の一箇所で暮らしていた。それも一箇所だけでな。お前はもう10歳だ。危険を分別して自分を守る力を持っている。同時に唯一の生存者という重さも理解しているはずだ。今なら自分の本当の故郷がどこにあるかを知る権利がある。ブラッドがいつも自分をモスクワ人って呼ぶのと同じようなものですか？その程度の器しかないのさ。俺なんかタギル生まれだなんて一度も言ってない。まあ奴にとってウラルサンドクには特別な意味があるんだろうな。
ウラル山脈ですか。遺物はここに埋め込まれたんですね。おめでとうございます、ブローニャ。彼女に関する最初の秘密を見つけましたね。彼女ですか。ええ、誰のことかは分かりますよね。なので今重要なのは、聖魂計画の助けを得た彼女が自分の記憶をあなたの不安定なコアに植え込んだという事実です。つまり以前あなたがほのめかしたように、聖魂計画と断りの律者の類似性が原因で、彼女は断りの律者の力をとても恐れているんですか。いいえ、彼女の動機はおそらく違います。しかし動機など行動に比べればそんなに重要ではありません。機能上彼女が植え込んだ情報はもともとコアを侵食する能力を持っています。ただそう焦らなくても大丈夫です。相手の出方を逆手に取り、隙を見て主導権を取り戻せば互角に渡り合えるようになるでしょう。キアナとメイ姉さんは以前と同じように一番脱出しやすい位置に送ります。あなたが何らかの形で断りの律者の力を回復させることができれば、彼女たちも自然と現実に戻れます。となるとブローニャはこのインプラントの偽装を暴いてコアが隠れられないようにすればいいんですね。はい、要点をうまくまとめられてますね。断りの律者、その力が過度の虚構によって崩壊するのであれば、自然と現実への回帰で回復させることができるでしょう。記憶の中にブローニャの実体が存在していますね。それは断りの律者のコアで見つけた空間、あなたが見つけたインプラントの本来の姿です。もう少し奥のエリアにたどり着けるのは、聖魂計画と密接な関係がある彼女と断りの律者であるあなただけです。しかし律者コアは虚数空間の不動点です。難易度を考慮しなければ、進むことで仲間のために次元を乗り越え現実に帰還できる道を切り開けます。この先でブローニャは何に出会うのですか。歪んだ一つの心です。こう考えてください。彼女はベルト・ジョイスとは正反対の人物です。彼女は聖魂計画を実行する上で断りの律者を警戒し、そして彼女自身も断りの律者を妬んでいました。誤解しないでください。彼女はわざとあなたたちの敵になっているわけではありません。何はどうあれ、あなたたちは同じシベリアの娘、どちらもウラル山脈の子供なのです。プロメテウス、回線が途切れたようですね。これは、いや、私の
せいじゃない。違うの。私は。私の美しい世界を守るために戦うよ。